こんばんは、はッフルこんばんは、はッフルはい、今回も始まりました。金曜日の夜、えー、どう過ごしてますか今回も、えー…えー、はい、私たち今回も始まりました。<laughs> はい、始まりました。とアビーズメイサ。このアビーズメイサでは、芸能事務所アビキションに所属している私たち水谷慶人、えー、海老原悠希と糸野玲也、佐久間しおり、相川智美、 有田奈緒の六人の女の子たちで楽しい時間をお届けしたいと思います。イエーイ。十 <laughs> <laughs> 回目の今回は、えー、私青担当のケイティこと水谷京とはいピンク担当有田奈緒赤担当エビちゃんことエビ原優紀のはいっ三人でお送りしたいと思います。はいはいはい。 で今回はそれでは、それでは、それでは、ファミリーズフリースタート <laughs> よっしゃいりましょう。はい。今回はフリートークしたいと思います。ねえ。三人でフリートーク。三人でフリートーク。フリフリフリ。はい。いきます。えっと私あの思ったんですけども、街中であのすごい男性の方であのすごいとんがってるっていうかその長い靴を履いてる。とんがってる長い靴？そう。それを見たときに。 いふみたくなったなって思っちゃって踏みたくなったそうなんだってすごいなのファッションでよくわかんないのそれどう思う好きその靴ってことその尖ってる靴が好きってことそう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 奈緒ちゃんは私オッケーかなオッケーただしただしすごいあのね

そのさあ <laughs> そのそう長さ長がね私さ踏めないからよ、うん、けて、うん、で自分の私のさ足の間にその人の足なんか靴があってさ、うん、それが嫌で <laughs>、うん、さあもうなんかどうにかしてってなっちゃうのこん,なこ,こんな混んでる時にみたいな <laughs>、うん、そんな靴履くなってそう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 んだろうね結構そういうのって性格が出ちゃうものなのかな うん。まあ、そうだね。まあ、まあ、まあ、そうだね。そう、私、結構、あの、丸みのあるコッペパンみたいな。が好き。あ、コッペパン派。そう、コッペパン派。そう、そう。コッペパン派か。うん。どちらかといえば、とんがってる方が好き、うちは。ああ。コッペパンよりは。うん、うん。コッペパン。コッペパンできたら、ちょっとな。 コッペパンかってなっちゃうかかりますか聞いてる人コッペパンの靴コッペパンの靴あれよねなんかねティンバーランドみたいなそうそうだねわかんないティンバーランドだと男らしいかななんだろうもっとさうちがイメージしてるのはなんかナチュラリストみたいなナチュラリストって言葉あるのかなんかもっとさ自然なコペパン自然なコッペパン自然なコッペパン型の靴かなかなでもそのとんがりコーンの靴も履いてる人にはよらないうん確かにねもし 私は許せるのは50代の紳士で身長すらッとしててスーツなってきちゃってのような男性の方がいい靴いい,、うん、いいそういう靴を履いてたらもうそれはキュンってくるね。それはキュンってくるね,ね嫌いだけどその靴自体は嫌いだけど、うん、そ,のそのような人が履いてたら許せる。確かに、うん、もうう紳士っていうのがね うん条件かな条件だね紳士がいいよね紳士ねーそうその靴をさ分かるかっこつけてさ学生とかが履いてるとはってなる二十代とかねそういやいやいやって思ういやいやお前はスニーカー履いたけってるお前はもういいんだスニーカーでって思うここでさ私たちこれ言ってさどう何を発信したくなっちゃうだからあのとんがってる靴はあんまり 気をつけようっていう話あ、そうだねとんがってる靴はうちらのね、間ですけどねあくまでうちらの意見だからとんりがすごい好きな人もいるかもしれないそうだねでもちょっとね、ちゃらく見えるよねまあホストっぽいやつがあんまりホストっぽいね、確かになのかなうん。え、確かにホストで、ホストでホストでコッペパンはヤバいうんその格好でコッペパンみたいなねそれでホストみたいななっちゃう、確かに確かにうん。 そうだし、そういうことじゃない？そういうことじゃない。あれでね、あの隣にさ、hostel でまあ隣おお綺麗なお姉さんがいて、あら今日の靴はコッペパンみたいな靴なのねえだ。まあ変だね。これはそうだしょうがないよ。ちょっとまとめてくれる？はい、それでね、なんかさっき話そうとしてたのは、ピアスで。あ、ピアス？ ななんんかかピアスいいっっぱももだよねてて話したでピアスは1個でなんかすごい本当にさシャキッとスーツを着ててもう靴もちゃんときれいで短髪の黒髪でピアス1個だったらすごいかそれやばいそれやばいそれで眼鏡とかにしたらやばいやばいよねそうそれはやばいって話をしてたそうなんだ何かそれピアスとかいっぱいあげてる人はちょっと嫌だちょっと嫌だ女の人はオッケーだよ女の人オッケー女の人いくらあげてても別に。 オッケーですけど男性って難しいよねね、難しい厳しいよね、こんな細かく言ってアク一つでさ、チャラく見られちゃうんだよ指輪もダメとかさっき話してたねそう、指輪もちょっと無理あの、ごっついやつがねそう、ごっついやつやだっていうえ、ー、そうなんだ、私指輪大好き何でもえ、なんでもって言っても、でもなんかねあの、そう、なんで黒い黒い石のやつでしそう、黒い石のやつそう。黒い石の大きいやつでしょ大きいやつ、ターコイズ まカッコイツ青いやつじゃんカッコイツ青いやつじゃんそれのあの黒いバージョンがかっこよかったのそう、かっこいいなぁてちょっとわかんない真ん中につけてねわかんないねで、ちょっとふって髪をこうやるのがかっこいわかんないねまず単発が好きだからねあ、ケティロン毛が好きなんだそうだそう、私ロン毛大好きうん、イエスキリストいや、いや、いや、そこまで、そこまで来たらまあ、ちょっと、なんね、あの好みはね、あの 胸あたりぐらい。長い。<laughs> 私より長いです。長い, <laughs> 長いよ。あのー、好きです。うん、でも、清潔感なくないあ、清潔感もちろんある人で。ある人で、なんか、あ、自然に伸びちゃいましたみたいな。あー。で、ちゃんと、あの、あ,あの、ちゃんと何、何お手入れもして、うんうん、で、束ねてる人とか見ると、いいなーなんて。 一緒にあの一緒にあの川のせせらぎに行きたいな川のせせらぎ川のせせらぎにしきたいなあなるほどそうそうやっぱイエスじゃないイエスじゃないじゃないんだね違いますねあの清潔感があって伸びちゃったからちょっと切る時間もないからとりあえずまとめとこみたいなやつがいいってことねそう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 それはまあいいと思うあんまり論芸ね現実味ないよね じゃあヒゲも好きっしょ。ヒゲ好きだよ。いやまあでも清潔感あったらいいかも。似合ってればいい。似合ってれば。何でも似合ってればいい。結論ね。うん結論。清潔感ね。そう。あと紳士ね。そうよ。そういうことよ。紳士が重要かな。そう。えヒゲってさどういうヒゲ好きなの？あのえなんかさヒゲにも種類あるよね。そうだね。あなたすごい綺麗な顔なのにヒゲ生えてる人はちょっと剃ればいいのにって思っちゃう。思う。 あんまりひげ生えないけど生やしてるみたいな人はそればいいのにって思っちゃうかなそっか他の話しようと思ってたのにできなくなっちゃうすごいはいはいじゃあいきますかはいそれでそれで最近あった出来事あったねあのねこの間新宿で買い物した時にただ洋服見てたのでショップ店員さんがその な「何かお探しでしょうか?うん」って言われて「うんうん、いや特にはないです、うん、大丈夫です」って言ったんだけど、うん、なんかこうか違うとこまあ気になるものがあって違うとこ行ってでやっぱさっきのも気になったから見に行ったらなんか綺麗に。 されてパッパって鳴ってたの、パッパッパってたの。そう、それ見て私の心の持ちようかもしれないけど、なんかちょっと嫌だなって思っちゃって、嫌だなって思っちゃって、そこぶったね。そこぶったね。ちょっとね、うん、嫌だなって思っちゃったね。いだなって思っちゃった。確かにね。なんかそこはね、気使ってほしいよね。そこは離れてからねやってほしいね。そう離れて、もういなくなったなあの人って時にね。そう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 。 はねって難しいよね店員さんもね多分お客さんに接し方とかね。うんうん ね結構難しいと思うでもなんかさすごいさちょっと見てるだけなのにさすごいどんどんさ「なんかこれもこのトップスも」とか言って入れてくる人やだよねいるあいる本当に嫌だうん当に嫌だに嫌だいるんかそれはちょっと自分で考えるし大丈夫みたいな感じになるよね思うううん確かにあと店員さんがまあの可愛かったらいいんだけどその着てる で自分もよかったまあ自分なんだけど自分の意見なんだけどいやか買いたくなんないあ私もこれしてる私も今着てるんですって言そう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 人うんてくる人それはちょっとね買いたくなんないそうだね、ななんい。あまりにもすんごい可愛かったらおおってなるそうだってなるけど私こならそれで買った服うんうんそれをね家庭菜園さんかわいいしあの服めっちゃ可愛いなってなったら欲しくなるかも聞いたそれめっちゃ可愛いいですねってなってうんうん どこですね。出してくれて来てかわいかったから買った。ああそれはいい。それはいい。自己申告してくれる。それは私は今着てるやつですって言ってくるんで。それはね。嫌だってことだよね。聞いてないよってなる。なるね。なるね。じゃあそのファッションで全然あれなんだけど。靴そこで買うえ靴靴とか。靴とか。可愛いのあれば買いますよ。かわいいのあれば。か可いいのがあれば。可愛いのあれば。なんかね。 靴さ、あの、靴屋だったら私いつも靴屋しか買わないのああなるほどね福屋さんの靴ってことかそう福屋さんの靴でなかなか買えないのんかうちもあんまり買わないかもそう言われたら結構福屋さん多いかもほんとうん何かね足が痛くなるっていうことあんまりファッション性を重視してそう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  が擦れちゃうのよ。うん、なんかかかととか、うん、こう確かに確かにあのおしゃれなんだけど足に優しくない感じがあって、うん、特にねそうだねそうそうそうじゃあ靴屋さんで買ったらいいよ。そうね。これから私は靴屋一筋で行きます。<laughs> なんだよ <laughs> <laughs> なんだよな <laughs> だよ <laughs> そうだねねいやでは最近何かいいことなんかありましたえ最近最近めちゃぶりだなめちゃぶりで突然なんですがなんかいいことなだろういいことっていうかなんかこう感じたこと思ったあこの間お客さんに笑顔を褒められた嬉しかったいいねええちょっとちょっとなんかいいこと言ったのに結構嬉しかったんだよこれ本当に笑顔いいってなんかくじなんかすごいオケこ ななんかんて言うんだろうお客さんがめっちゃ文句っていうか苦情みたいに言ってきて私が対応してたのめっちゃ怒ってるんだけど最後に「でもその笑顔があれば大丈夫?」って言ってくれた。ということでリスナーの皆さんも。 まあ私はこんな服装が好きというマニアックなものからそうじゃないもの、うん、あと店員さんをねちょっと若干ディスったので、うん、<laughs> すいません <laughs> すいません,すませんえっとこんな店員さんがいましたとかむしろディスっちゃったので店員さんの目線から「もうこれはこういう意味があってやってるんだよ」とか。 あの可いいって思ってないけど可愛いって言ってんだよとかっ <laughs> 言ってんだよ <laughs> なんか <laughs> 絶対ある <laughs> それ意見ありましたらぜひ、はい、メールお待ちしております、はい、お願いしますお願いします、はい、ペンネーム書いてぜひ送ってくださいはいお待ちしておりますということで、はい、ケイティメイダルですお願いしますはいと宛先は、えー、789の「#KFM789.CO.JP、えー」「789」at k f m j p「#KFM789.CO.JP」 ファックスはゼロ三の五六七ゼロ五三三二です。また、こちらのラジオ収録の様子が葛飾 F. M. さんのユーチューブアカウントでご覧いただけます。はい。はい。今回の放送分は。十三 <laughs> 日、十三日。すいません。これで。 十三日に。十三、はい、日、えっ、ー、と、ごうアップされます。はい、六月十三日にアップされますので、皆さんぜひ検索してみてください。はい、お願いします。それでは、ごめんなさい。<laughs> また来週。はい、バイバイ。バイバ